ダンニコライニストルは、ルーマニアのアルジェシュ県ルカール出身のサッカー選手。2012から13年シーズンは、パンドリー・トゥルムジューの過去最高2位に貢献し、ルーマニア紙、プロスポルトが発表した、シーズンベスト11に選出された。同部門の2位には、ステアウア・ブカレストのアレクサンドル・ボールチャーヌ、3位には、アストラ・ジュルジュの瀬戸・高行が入った。2013年7月16日、 UEFA ヨーロッパリーグ2013から14、予選2回戦のレバディアタリン戦で UEFA 主催クラブ大会に初出場した。2013年8月16日、フランスのエビアントノンア,イアールへ移籍した。2014年1月22日、パンドリー・トゥルムジンェ5ヶ月間の期限付き移籍で復帰した。2014から15年シーズンも引き続きパンドリー。 トゥルグジウへ期限付き移籍した。2015年6月、両者合意により、エビアンとの契約は解除された。2015年7月10日、パンドリー・トゥルグジウへ2年契約で完全移籍した。2016年8月31日、ディナモブカレストへ移籍した。ありがとうございます。